はじめに SDGs 未来都市富士市 SDGs 普及啓発事業について発表いたします。本市は本年7月、国の地方創生 SDGs 推進の取り組みである SDGs 未来都市に選定されました。 SDGs 未来都市として市民や事業者の皆様とともに SDGs をより一層推進していくため、より多くの皆様が SDGs を知り取り組むきっかけとなるよう4つの普及啓発事業を展開いたします。第1にシンポジウム、富士市から世界を変える始め方を開催いたします。このシンポジウムは株式会社講談社が発刊する女性誌フラウ SDGs と共同して行います。フラウは女性誌としては世界で初めて一冊丸ごと SDGs を特集したことで話題となり、その後も特集号を発刊するなど出版界におけるトップランナーとして全国の SDGs 普及に貢献しております。フラウ SDGs と自治体が共同することは全国初の取り組みとなります。第2に市民参加型富士市オリジナル SDGs ロゴマークを制作いたします。ロゴマークは本市の SDGs 推進のシンボルとして皆さんに親しんでいただけるよう募集や選定を市民参加型で実施いたします。決定したロゴマークは市の発行物への掲載や市内各所での掲示のほか、行政だけでなく市民が行う活動の際にも活用していただけるものとします。第3に SDGs 普及啓発ラジオ放送を開始いたします。ラジオ放送は富士コミュニティ FM 放送株式会社と共同して市民や事業者の皆様への普及啓発を目的として実施するものであります。第4に富士 SDGs ラボ市民活動 SDGs 実践ゼミナールを開催いたします。このゼミナールは富士市民活動センター開設15周年および SDGs 未来都市選定を記念して実施するもので、 SDGs を市民活動に取り入れることを目的としております。